ッケー。スタイリスト YouTuber。 新しい言葉入れる。スタイリスト YouTuber って言われたの初めてなんだけど。今回は家族のシーナーファミリーと一緒に、マラも一応残しちゃうからあげるね。スタジオジャパンに行ってもこれやってくれる。おとし君は絶対必要な旅に、仕切りの仕切りの魔術師入ってるからめっちゃ仕切ってくれるから。ミョンドン餃子が近いっていう情報だけは前回来た時に私は聞いていて、はい、まあサクッと、はい、今回子供たちもいるのでなんかいろいろ予約とかも大変だしみたいなことで食べていきたいなと思ったんですけれども、オーガナイズしていただいて、まなちゃんとしくんに予約していただきまして、サクサクと来れたわ。サク中のサクで、サク中のサク、サクサクのサクで、でもサクッと出てきて、もう空いてる、もう所要時間10分って感じだね。これが出てくるまでホテルから。最高最高、食べましょう。はい、食べます。いただきます。いただきます。あるよ、カルグクスです。ん、カルグクス、あ、おいしい。うまっ。だし効いてます。ニンニクかな。ニンニク、焦がしニンニク調じゃん。あ、おいしい。しみる。ここすごくない？洋服屋さんなんだよ。すごい。ピンク、はい、インクにやってまいりました。おちんだ。ちんだ。かわいい。てかビルがすごい。やばい。一応日本にも入りました。そうなんだ。うん。めちゃくちゃ広いですね。かわいい。こうてまいそうなんだ。かわいい。どういうこと？後ろから見たら、あの反対振り向いてる人みたいに。首がね、ずっとずっとこうしてる。なんでやねん。これが普通で、で、後ろこれ買おうかな。かわいい、めちゃくちゃ。ね、どう？かわいい。欲しい。なんかもう1枚買っちゃったら2枚買うのも同じ感覚になるんだけど、どうして？バグってる感覚が。バグってるよね。バグりだよね、これ。YouTube OK? OK。スタイリスト YouTuber。 新しい言葉入れる。スタイリスト YouTuber って言われたの初めてなんだけど、シロンはいろいろこう、うん、パーツがさ目立つよね、うん、だから白にします。はい、うん、バイバイバイ。来ました。これは娘が頼んだので、多分私が触ると怒られる。けど、倍だからよかった。どう？どっちどっち？そう、食べていい？いい？こうやってやって。すごい微妙なリアクションしてた。何これ？何だろう？不思議な味。ちょっと分かんない。複雑って、はい、ちょっとあのモダンな雰囲気でチョイスしてみました。はい、やっぱ食事までもコーディネートするトータルでコーディネートさせてもらって、はい、そうです、そうです、もちろん。こうなって似てる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 ねえ、どうしよう、似てる。じゃあ、はい、お願いします。硬っ。すごく何とも表現しづらい味なんですけど、はい、チーズケーキとレモンケーキとホワイトチョコを同時進行で作った結果、すべてがなんか70点ぐらいで仕上がったみたいな。
大人の味うまい、おしゃれな味。あ、うん、ジュースです。あ、いやいや、そう、何買ったの、教えて。こちら。あ、色違いやん。あとこちら。あれ、さっき持って、あんた持ってはったよね。持ってるのこれですわ。あ、はい、あんたこれ買われへんやつじゃん。でもこの形がエロ気に入っておりまして。エロ気に入ってでもグレーが気に入ってるので、これの形違いにグレーにするか。あ、さっきのコーヒーと一緒に。あ、そうそう。で、なんかもう、あんたはグレー持ってるやんって言われるかなと思って。エロに呼んでる。かわいい。エロに呼んでます。こういうのはまあ何回かかけて自分のものにしていくタイプだけど。エロなんでこう痩せないとこれ似合わない。いいから別に。メイプルツリーハウス、ホテルの人が教えてくれました。メイプルツリーハウス焼肉アンジェリーナ・ジョリーも来てました。え、すごくない？アンジ来てんの？アンジ来てんの？あ、忘れてた。そうすると何なの？いや、わかんない。じゃあみんなこうやってやるのか、韓国人。理由は知らない。めっちゃ美味しい。できない、絶対できない。すごい、すごい。じゃあ、ドロさんお願いします。はい、はい、この度、はい、韓国に試合で来てたんですよね。はい、自己紹介お願いします。加藤健三です。スリックバックマスターの加藤翔平です。やばいやばい。イテウォンからお届けしました。イエーイ。こちらはどこですか？サムチャンタン、トゥティエです。いっぱい入れるっていう意味だそうです。どうぞどうぞ。え？どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。コラボしてくんないから。どうなにくコラボ受けよ。コラボ中受けよ。美味しいコーヒー屋さんのコーヒーでした。味が、うん、美味しい。せっかくだったらもうスタバとかコーヒービーンとかはもったいないよね。そう、ついつい慣れ親しんでサクッといけちゃうから。入っちゃうけどそこはぐっと面倒くささと勇気を出して、うん、コーヒー屋さんの入ったチンチャ美味しかったです。ドドコーヒーです。ドドコーヒーベンゲンアンみたいなお店の名前です。こちらどこですか？ギャラリア、シミヘイズの化粧品を買いに来ました。おい、爆買いしてる。これイカでしょ？絶対美味しいじゃん。これも、でもこれも欲しいんだけど。イカ好きよね、あなた。そう、でもこれは結構もう日本でもビジュがこういうのあるから。ビジュあるよね。でもこのさ、この細いのなくない？このビジュない。イカそうめんよりは太い。そう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 。でもこれは買いじゃん。星だらあったんですか？あ、そう、星だらは、ただこれかこれ。こっちが丸ごと、こっちがなんかこう細かくしてあるんだけど。シガラって日本なかなか売ってない？え、ないないない。この間食べたんですよね、うん、2人で。そう、なんかガシガシ噛むけど、うん、イカみたいになんかちょっと磯臭さがない。ない、なんか噛み締めて味が出る系の。これも美味しそう。美味しそう。私もこれも買おう。美味しそうだよ。マリナどれ買う？私は星だらのちっちゃいやつ。それ、これなんですか？イカ、日本語上手。詳しい。すごい。どこにですか？東京？東京。杉並区。ちぎって、はい、スープにね、マヨネーズつけて食べるとビールのつまみ。これはマヨネーズ。これはちぎってマヨネーズ。魚？魚。美味しい。美味しい。骨が多い。あ、じゃあカルシウムが多い。日本はない？ないんです。日本はないです。そう、韓国ドラマといったら。そう、ドラマでよく食べてるよね。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。
ただきまし。いただきまーす。おいしそう。3人はうどん、コリアンヌードルにしてカルグクス。カルグクスですね。で、私、豚丼にしました。辛っ。辛っ。辛いスープが、うん、おいしい。シミヘイズです。ボトルが超かわいい。オールオーバーフェイスティントです。ティント系のチークとかアイシャドウとかにいける。かわいくない？ボトルが。これが欲しくて、韓国だったら売ってるってことで。韓国のブランドなの？違うの。違うんだ。なんかね、違うの。で、あとはこのリップ、めっちゃかわいくない？かわいい。ツヤ系を買いました。ツヤ、はい、系のブリーズっていう色を買いました。お土産にフェイスパウダーの白、これか、こうなってんの。うんうん、テカリ抑えなのかな、ぽいです。で、こうやってくっつくの。すごいかわいい。で、セットでこうやって使える。これでバームとか、これも結構練り系の、うんうん、かわいい、ね、かわいいよね。すいません、これを気に入っちゃって色違いが欲しくなって買いに来ました。もしかしたらトシ君も買っちゃうかもって言ってました。めっちゃ気に入ってますやん。新着再びデジャブ。見たことのある光景もう決めてて、これのネイビーが欲しいんです。はい、その奥じゃないでしたっけ。でも他のも見ちゃってます。ベストもやっぱ欲しいなってなって、うん、やっぱ白すごいラブリーなの、うんうん、いいんだけど、うん、だからネイビーが欲しくて、ベストもネイビー買おうと思って。はい、買います、はい、これマリナに行って。あ、そこれ似合いそうじゃない？かわいい。細身のめっちゃマリナだよこれ、うん、新茶マリナ。新茶マリナ、これめちゃめちゃマリナだよ。そう、本当。もう持ってるかも、むしろそれ。新茶？はい、新茶持ってる。かわいい。で、ちょっとあれか、ギャルセグ。そうね、A4 ぐらいなんか取り憑かれてる。 A4 取り憑かれてる。かわいい、てか似合う。サイズ、まあそれか1個大きいか。もうちょっと、袖がちょっと短い気も。確かに、肩かわいいですね。後ろもかわいい。うんうん、ほんとだ。先生先生先生、かわいいじゃん。でも私はこれ、トシ君この服持ってませんかって言って。持ってない。だからバニラちゃん持ってなさそうなこっちの色の方がいいんじゃないかって。いやいやいや、黒だよ。でもカーキマジ似合ってたんですよ。かわいくないですか。確かに。このグレーのパーカーってかフーディー着てるからこれが合うって思うのかな。いやいやいや、なんかこの色めっちゃいいと思います。かわいい、ここがコクーンになって。そうなんです。そこなんです。さすが先生。カーキありかもね。このラインが超かわいい、横から見た時の。カーキかな。カーキかも、うん、これ持って帰れるかな。それな。そんなの考えてたらダメよ。確かに。あ、そうか。そういう人ってダメなんだよ。来た。ドドさんは買って入らないからカバンを買ったのもんね。そう。持って、そっちに合わせていかないと自分の標準を。そうだそうだ、そうだ。持って帰れるとか帰れないとかって言い始めると韓国とか来ちゃダメだと思う。あ、入らなければカバンを買えばいい。買えばいい。ああ、なるほどね。買ったもの紹介、イエーイ。前回はここに文吾がいて、私いて、トシ君そっちだったね。そうそうそう、トシ君がいた、いる韓国といない韓国、全然違います。また。Thank you for watching. Have a nice day. チャンネル登録してね。よろしくお願いします。バイバイ。